ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。はい、本日はですね、タイトルにもある通り、丸尾モフコ宛てに何やらね、謎の巨大ダンボールが届いたんですよ。よくね、私ヒカキン宛てに謎のダンボールが届きましたとか、 YouTube からなんかでかいダンボール届きましたとかはあるんだけど、丸尾とモフコに謎のダンボール、これはね、ないよね。これがね、どでかいんですよ。それがこちら。でーかーい。でーげー。これ過去最大級じゃない？これ。超でかいの。それもなんかね、片側がすごい重いんだよね。この僕側がなんか重いっていうか。これは何ですか？マルオモフコ、ダンボール届いたよ。マルオ、またピンクで寝てるんか。よかったね、マルオ。すごいの届いたよ。モフコ、謎の巨大ダンボール届いたよ。モフコ。そう、最近になってね、こうやって丸尾みたいにね、地面でカーってね、液体みたいになるようになったんですよ、もっちゃんも。ね、大人になったの？ぐたらになっちゃったの？前までは姿勢よくこう起きてたのにさ、魂抜けてるわ。カプー。ほんと水みたいになってんね。最近シャンプーしたからね、ふわふわです、今。完全に液体になったね、もっちゃん。このまま行くととろけてなくなっちゃいそうだね。それもよくやるよね。何やってんのそれ。隠れてんのねえ。ふしゃーなってるよ。なんか土の子みたいだよ。土の子。ねえ、丸尾が起きたわ。ダンボール開けるよ。ブーンブーン。開けるよ、丸尾。さあ。が入ってるのか。マルオ。どっか行っちゃった。もっちゃんはここで見てます。これ。もっちゃん開けるよ。ね。開けるよ。ダンボール。はい。お、マルオが起きてきました。マルオがやってきました。気になるようです。さあ、開けるよ。わ。行きます。マルオとモフコに謎の巨大ダンボール。中身はこちら。これは。あれ、マルオは？マルオパンか。もう寝てるし。ちょっと待って、これ向き逆か。こうか。ごめんね、マルオくん。こっち入って、こっち。はい。なるほど。うわ、嬉しい、これ。これは、カリカリーナの相当、多分、やばいやつだ、これ。すごい、これなんか、椅子みたいなさ。うわー、すごい。じゃじゃーん、見てこれ、超素敵なんですけど。カリカリーナって書いてある。なんかさ、もう何、高いタイプのやつだね、これ。あの高さがすげー。出してみよう。うわ、どっしりしてんな、マルオ。ほら見てこれ、王様になれるよこれ、マルオ。危ないよ。よいしょ。少しでも絶対入ってこようとするね、マルオくん。どっか行っちゃう。よし。おお、すげえ。なんだこれ。でかさが半端ない。見てこれ。うわ。すげえ。こんな高いんだ。ピョーンって乗って、じゃあここでこうやって。こうやってやるの。マジ？乗せてみる。こうへこんだりしてないんだね。あー、これカリカリーナアルトっていうんだ。あ、カリカリーナをこの上に置いてもいいし、そのままでもいいんだって。はあ。あ、ダンボールを世界一愛してるもっちゃんが現れましたね。ちょっとね、部屋の、なんで隠れちゃうん？そのもっ
っちゃんね、本当に段ボールをね、こよなく愛してるんだよね。すぐこうやって入っていっちゃう。あれ、あれ、入ってきた。ちょっとダメだった。あれ、よし、じゃあ、さあ、じゃあ、もっちゃんから行ってみよう。あれ、おかしいね。じゃあ、丸尾から行ってみるか。カリカリーナ、高さがもうね、こんな高いカリカリーナ、アルトに丸尾、ダメよ。お、やっぱりこの爪が研げるスタイル。お、うん、あのね、すぐ降りちゃうかなって思ったんだけど、やっぱちょっとこう止まるよね、初めてなのに。すごい、ダンボール気になっちゃってんだよ。ダンボール気になっちゃうんだよね。遊び場が増えるとすぐこっち来ちゃうんだよね。ちょっとね、やっぱ部屋の真ん中だとね、なんか落ち着かないんで、このカリカリーナいつも置いてるこの横のこの辺とかに壁に合わせて置いたら落ち着くのかな。ちょっともっちゃん乗せてみようかな。最近シャンプーしていい香りになりました。うーん、もっちゃん。さあ、もっちゃん、ほら、カリカリーナアルトだよ、もっちゃん。新しいベッド。よいしょ。お、お、お、もっちゃんは高いところが好きなのかもしれん。お、さすが、すぐにカリカリーナしてるわ。もっちゃんは今日もカリカリーナしてるわ。あ、匂い嗅いでる。あ、ほら、家の中でほら一番高いところかもしれないよ、これ。遊んでいい、合法的に遊んでいい高さのとこだよ、これね。やっぱすごいね。もう座り心地がいいんだろうね、この材質とかが。すぐ降りない、もっちゃん。丸起きたよ。あら、お、上から見下してるわ。いいよ、もっちゃん、見下せ見下せ。お、丸尾が下に入り込んだ。すごい、そっか、下も入れるんだ。すげえ、これは新しい遊び場ができたね。いいね。これどっちが乗るんだろう、今後。なんか2匹一緒にも乗れそうなくらいね、でかいんで。マルオも乗るね。乗ろうとばば乗れるでしょ、マルオくん。ほら、マルオも乗ってみ、一緒に仲良く乗ってみ、こうやって。どうだね、どう。あら、ここ戦い、やばいやばい。あ、もっちゃんが追いやられました。え、なんかお前ダッシュしようとしてない？なんピクピクしてんの、お前。あ、やっぱいた、ほら、ほら、いた。ちょっとこれ乗せてみますね、このカリカリーナを。グラングランだからな、これ。乗るかな。あ、あー、ギリギリ乗るようにできてんだ。これ一番でかいやつなんで、僕んちのやつ。なるほどね、こうやって置いてもいいし、このままでもいいと。じゃあせっかくだからこのままにしとこうかね。ブーンブーン、ぬぬぬ、今度は丸尾がなぜか下側を好むね。何が好きなのかね、この兄弟は。あれで、もっちゃんは上、常にもっちゃんが上だから、上下関係はもっちゃんが上。あ、うわっ、これはやっぱいいね、遊び場になるね、この高さ。ほら、いいよ、もっちゃん。あ、すごい、あ、柱を噛んでいる、マロが。あ、やはりでもね、上の方が有利なんだよね。いや、これは素晴らしい。あやめなさい、反撃だ、反撃。これ上登りたくなっちゃうね。うわー、あ高さでね、丸を無力化してます。相当好きじゃん。完全に見下してるね、見下ろしてる。広くていいね、こうやって顔だけこうやってジャラーンってやっててもいいしね、もっちゃん。あー、爪が研ぎやすいのかもしれない、まっすぐだから。もっちゃん、プニプニ、かわいいの、もっちゃんは。ほんまに、もっちゃん、
すごいいい目をしている。君いい目してると思うよ。もっちゃん、もう気づいたらもっちゃんずっとここで寝てるじゃん。わしゃ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 、もっちゃん最高でしょこれ。カリカリなアルトの上でマッサージマッサージ、あーちゃーツンツン、あーもっちゃん寝ちゃったね。こんないい思いして前世なんだったんや。でこれ気づいたらね、あらあらららら、君たちカリカリな大好きね。相変わらずまたピンクんとこで。男だけどピンク好きなんだよな。俺もそうだから気が合うね。ほら丸尾、もっちゃん上にいるよ上に。いいの？上行かれて。ねえほら。いやー、これからもぐっすりここで寝るんじゃぞ。はい、おやすみ。ブーンブーン。こっち見てるね。これすごいね。ここのソファー座ってもこうやって映るね。というわけで、素晴らしいカリカリーナのプレゼントありがとうございます。多分今後ね、まあ多分モフコがいるけど丸尾も多分横取りしてくると思います。2匹が多分喜ぶと思います。この動画もしよければ評価グッドボタンぜひぜひお願いします。そしてこのヒカキン TV のチャンネル登録もぜひポチッと。その他私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok もガンガン投稿してますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、バイ。おはよう丸尾、乗っ取ったんか。また悪さするんか。登録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